皆さんこんにちは。大沢、この前お料理教室をしてた時にお客様から冷凍のチャーハンたまに買うんですけどどうやったらいいんですか、なんかひっつくんですけどってご質問いただきまして、冷凍食品ってまあ買わないのでね、ちょっと返答に困ってしまいまして、これはいかんということで、じゃん、買ってきました、冷凍チャーハン。しかし冷凍食品コーナーってまあものすごい量のものがあるんですね。需要があるからこんだけものが揃うんですけども、みんなあんまりね、こういうもんは食べない方がいいよ。で、こちら作り方を見ていくと、電子レンジでも作れますよって書いてありますので、要はこれ火が通れば OK っていう感じだと思います。で、中の材料を見ていただきますと、風味油、パーム油っていうのが結構最初の方に来ますのでね、結構油分が多く入ってるんじゃないかなって思います。なのでフッ素加工のフライパンじゃないんですけども、くっつかないフライパンでサッとしましたらね、きっと美味しくできると思いますので、今から冷凍食品をいいお鍋でやってみた。どうぞご覧ください。中火でお鍋を温めておりましたので、ここで油ちょっとだけ入れます。鉄製のフライパンは油小さじ1を入れましょうって書いてありましたのでね、こんな感じです。冷凍のものが入りました。すごいな、なんかお米がむっちゃ乾燥してるな。電子レンジでもできるってことは、要は温まれば OK ですからね、あんまり神経質にならなくてもいいです。広げて置いといたらもう OK です。いやでもいい感じですよ、全然ツルツル。なんかでもこの色見るとあれだな、ネギとかいっぱい足したくなるな。絶対お野菜不足になるでしょ、これじゃ。はい、じゃあお肉にも火が入ってきたので、これで OK にしたいと思います。うん、大丈夫、特に何にも気にしなくてもうまくいきますので、小さじ1の油だけ入れときましょうね。それで OK です。なんかあんまりあっさりできてしまいましたので、もう一回いきましょう。次はね、完全に油なしでやってみますのでね、ステンレス多層構造の素晴らしさをとくとご覧ください。中火よりちょっと弱い火で温めときましたよ。さあどうだ。こうやって取れるんだけど、ちょっとさっきのツルツルとは随分勝手が違いますね。なんかちょっとくっついてる感じする。こういう金属ヘラでね、ガリガリガリっとやってもらったらいいので、別に剥がせば大丈夫なんですけども、ちょっとこんな感じで跡がついちゃいますね。はい、じゃあ OK ですけども、まあちょっとくっつく感じがするからな。やっぱり食品メーカーさんの言う通り、油小さじ1ぐらい引いといた方がいいですね。ちなみにそれに気づいて、油をちょっと後入れするとどうでしょうか。さっきみたいにだいぶ滑るようになりましたね。ちょっとくっつくな。やっぱり最初に油を入れとくのがいいと思います。はい、じゃあこれでお肉と卵に火が通ってきましたので完成です。おう、個人的な感想なんですけどもね、手軽にやるために冷凍チャーハンを買うんですから、調理法も電子レンジでチンでいいと思います。あんまりお野菜系も入ってませんからね、電子レンジだったら栄養が壊れてしまうってこともありませんので、わざわざフライパンを出してやるほどのものかなっていう感じがしました。あともう一個、日霊さんも味の素さんもね、お値段358円とか398円とか結構いいお値段するんですよね。なんかチャーハンって余りもん集めてさっとやりますみたいなイメージがありましたんで、お金こんなかかるんだっていう感じやったので、冷やご飯の残りと冷蔵庫にある卵でちゃちゃっとやってもらうのがね、一番いいんじゃないかなと思います。そんなチャーハンの作り方もご紹介しておりますので、こちらの方をご覧くださいね。